こんにちは、アマンダ。コーナー、会いたかったわ。よく変異体を見つけてくれましたね。操作でも優れた能力を発揮したとか。でも変異体とは不安定なもの。もっと用心すべきでしたね。話を引き出せると思ったんですが、判断エラーでした。まあいいでしょう。今後はくれぐれも油断しないように。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？所有者の虐待による PTSD の兆候が見られました。まるでプログラムが完全に書き換えられたかのような状態です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？彼は短気で気難しい人物です。ですが昔は良い刑事だったようでした。興味深い人物です。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？彼の性格に適応します。捜査の利益を考えると彼の心理状態に合わせ衝突を避けるのがベストでしょう。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。急ぎなさい。時間がないわ。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。での緊張は高まる一方です。昨夜ロシアの貨物船とアメリカの巡視船が衝突したとの情報が入りました。悪いけど威嚇射撃が交わされたものの双方に損傷や負傷者はないとの確認が取れています。国防長官であるデニス・リグス氏はこれ以上過剰な挑発を見過ごすわけにはいかないと言明しています。北極圏に面する国、とりわけスウェーデンとカナダ、この両国は速やかに国際会議を開催し、軍を撤退するよう呼びかけています。ですが今のところ、モスクワもワシントンも沈黙を守っているようです。状況の変化が確認され次第、随時番組でお知らせします。すみません。警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。もしもし。どうした？ハンク・アンダーソンに電話。もしもし、ハンクだ。今は出られない。メッセージを残してもいいが、かけ直すとは限らないぞ。ピー、じゃあな。どうも警部補、コナーです。サイバーライフから派遣されました。もうすぐお昼ですよ。オフィスでお待ちしています。またお会いできて光栄です。ったく嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。絡みの事件が舞い込んでくる。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴が山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。ああ、もういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。うん。あなたとご一緒できて光栄です。きっといいチームになりますよ。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。パートナーになったことですし、仲良くしませんか？どこかに使ってもいいデスクはありますか？そこなら空いてるぞ。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか？ああ、一つあるな。犬を飼ってるでしょ？なんで知ってる？犬の毛が椅子に。犬は好きです。犬の名前は？関係ないだろう。相撲だ。相撲って呼んでる。レッドアイスでも試してたのか？法医学分析に回せ。ナイト・オブ・ザ・ブラックですがお好きなんですね。私も好きです。とてもこうエネルギッシュで。お前ヘビメタ聞くのか？まあ音楽自体それほど聞きませんけれど興味はあります。デトロイト・ギアーズのファンですか？昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか？お前がバーに現れるまで見てたんだがな。ああ。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。243件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。個人的な問題を理由に捜査を妨害するのはいただけませんね。お前に俺の何が分かるってんだ。お前はただそのプログラムを実行して黙って仕事してろ。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありませんよ。いいかてめえ、俺の好きにできるんならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を殺した AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデール地区のようです。ああ、わかった。ああ、助かった。行っていいぞ。念のため何か目撃情報がないか聞き込みさせてる。よし、何かあったら知らせろ。あれどうすんだ。どうしたもんかね。それで今んとこ2時半にバスを降りて、それにコンビニで目撃されて、それでお前の推理が。まだ近くにいるのか。この子に食べ物を見つけてきた。ほら食べよう。昨日の誤解を解くためのプレゼントだよ。料理するんだ。人間がするようにね。肉を焼くんだ。ほらほら、そこに座って。ラルフ、本当にありがとう。でももう行かないと。行く？この子が食べ終わってから行けばいいだろう。家族みたいに一緒に食べよう。お父さん、お母さん、娘だ。いいえ、ラルフ。私たちは行く。さあ、アリス。この子はどこにも行かない。人間はそんなもの食べないの。嘘だ！人間だって死んだ動物を食べるだろう。そう、一緒に食べましょう。家族みたいに。よし、それでいい。ラルフはこの子のために一生懸命食べ物を探してきたんだよ。なのに断るのは失礼だ。だろ？よし、絶対に気に入る。とってもジューシーだぞ。ジューシー、ジューシーだ。父さん、母さん、娘だ。ねえカーラ、私食べたくない。なんだって？食べたくないと言ったのよ。これじゃ不満だっての。もっといいものがいいって。でもラルフがせっかく取ってきた。だから食べるんだ。さあほら食べて。食べろ。2階で死体を見た。人間を殺したんでしょ。いや違う、見つけた時死んでたんだ。離れて。じゃなきゃ頭をぶち抜くわよ。すみません。ないで。傷つけたりしないよ。ラルフは優しくしただけだ。助けたかったんだよ。どこに行った？裏口から逃げたよ。コナー、どうなってんだ？近くにいます。応援を。どっちに行ったんだ？あっちだ。地下鉄の駅に向かったぞ。あそこだ。撃つな。殺しちゃダメだ。何なんだ。おい、何してる。逃がすわけには。平気だ。どうせ反対側には行けない。僕は追いかけます。何してんだお前。死んじまうぞ。いいか、追うんじゃない。これは命令だ。大丈夫、アリス。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、犯罪捜査を担当する許可がアンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでいます。まもなくカーンデール駅に到着します。自由に暮らせる場所、ジェイクを探せ。元気かい？そっちは恵んでくれないかい？それでなんて。本当にやっぱりな。そういうことらしいな。だろ、めちゃくちゃだよ。まあまあ、わかった。またな。ンドロイドのボーイズバンドから賞をもらうらしいな。それってヒアフォーユーのこと？あいつらすごくキモい。子供たちが大好きですね。ジェリコへようこそ。